ピアノ・ソナタ第17番に単調作品31から2は、ルート・ビヒ・バン・ベートーベンが作曲した、ピアノ・ソナタ。テンペストの通称で知られる。作品31としてまとめられている3曲の、ピアノ・ソナタは1801年から1802年の初頭にかけて、ほぼ同時期に作曲が進められた。初藩譜は、ハンス・ゲオルクネーゲルが企画した、 クラブさん奏者演奏曲集に収録される形で、第16番と組になって1803年4月に世に出された。同年秋にジムロック社より厳密な改訂版が出されたのも、第16番と第17番であったが、その後1805年にカッピーが作品29として出版した版から、現在の作品31が一とまとめとなった。 曲は誰にも検定されていない。カールツェルニーによると、ベートーベンは作品31を作曲している頃に、バイオリニストで友人のベンゼル・クルンプホルツに対し、私は今までの作品に満足していない。今後は新しい道を進むつもりだ。と述べたという。作曲時期は南朝への苦悶から入り現したとの遺書がしたためられた時期にも一致しており、 作品31の中でも特に革新的で劇的な本作にはそうしたベートーベンの決意を感じることができる。また、3つの楽章のすべてがそなた形式で作曲されている点もこの作品のユニークな点の一つである。テンペストという通称は弟子のアントン・シンドラーがこの曲と第23番の解釈について尋ねたとき、ベートーベンがシェイクスピアの テンペストを読めと言ったとされることに由来している。しかし、ドナルド・フランシス・トー・ B はこの曲の中に、儀曲の登場人物を見出そうとする試みは、英雄や破綻調交響曲が演奏されている時に、ベニハコベの功績のみに目を向けているようなものだと、記している。約21分から23分。そなた形式。幻想的に始まる、冒頭主題から目まぐるしく、 テンポが変わっていく。フレイ1フレイ1を繰り返して、緊張感が高まると、弦楽器のような三連符の取れ物を伴って、フレイ2が出される。フレイ2は、フレイ1の冒頭部から導かれているが、この主題は、遂行を経て、再現部で扱われない形に落ち着いたと見られており、このフレイ2もしくは後ほど再現されるフレイ1の、いずれを第一主題と捉えるかには議論の余地がある。 フレイに続いて、異端調で提示される、第2主題は、フレイ1のアレグロブから派生している。フレイ3第2主題が切迫した様子でクライマックスを形成し、新しい素材が挿入される。これは、フレイ2の3小節目の逆光から生成されている。フレイ4フレイ4の後から八分音符の流れが生まれ、そのまま沈まって、定示部の反復となる。 展開部は幻想的なラルゴで始まるが、アレグロとなって、フレイ2の活発な展開が行われる。頂点を築くと急激に静まり返り、再びラルゴとなると再現部である。再現部では、フレイ1のラルゴ部にレチタティーボが挿入され、幻想的な雰囲気を一層高める。フレイ2が再現される代わりに不気味なエピソードが挿入され、二単調の第二主題の再現へと接続される。 その後は、定時部同用に推移していき、最後は、弱音で楽章を閉じる。展開部を書く。そなた形式。第一楽章と同じくアルペッジョで幕を開け、遠く離れた二つの西部が、対話風に応答し合う。第一主題が現れる。フレーゴティンパニのように響く低音の音景が、高音部にも明滅し、その間で、コラールが響く経過学説が来る。 第二主題はドルチェで歌われるヘチョウチョウの美しい歌である。フレーク展開部は置かれず、しばしティンパニ風の音景を聞くと、直ちに再現部が始まる。再現された第一主題は型を変えており、音域の広いアルペッチョの伴奏に彩られる。経過部、ヘンドチョウチョウの第二主題と続き、第一主題によるコーダの後にしめやかに終わりを迎える。そなた形式。 熱気を持ってほとんど休むことなく動き回る無休動風の音楽。フレイ7の第一主題に始まる。作曲者が馬車の走行からフレイ7の着想を得たという逸話が、チェルニーによって伝えられている。フレイ7第一主題を用いた計画を経て、第二主題がタン調で出される。フレイ8、フレイ7が形を変えて繰り返され、コデッタでも大きな盛り上がりを見せつつ、 展示部の反復となる。展開部では他の材料を排して、西部の入れ替えや主題の反行などを織り混ぜつつ、徹底的に第一主題を展開する。第一主題が再び現れて再現部となり、第二主題も二単調で続く。展開部と同じ恩恵で始まるコーダは、第一主題が 高らかに歌われて最後に熱を帯びた後、そのまま彼方へ遠ざかっていくかのように終わりを迎える。ありがとうございます。